皆さん、今さらなんですが、明けましておめでとうございます。辛坊治郎で,す,です。こんにちは、A.B.C. アナウンサーの福藤です。辛坊治郎の万博ラジオ。この番組は万博をこよなく愛する辛坊治郎が2025年の大阪関西万博についてさまざまなゲストとともに詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です。 最新情報はもちろん今後の課題やわくわくする情報まで毎週ゼゼヒヒでお送りします実は前回が今年最初のオンエアだったんですけども、はい、前回あの去年の年末の石黒先生の2回目を放送しましたので <laughs>、えー、冒頭あの新年のご挨拶をするタイミングはなかったもんですからまあ今更感はありますけれども <laughs>、えー、今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろししくお願いいたしますすはですね えー、世論の逆風にさら,さ,らされる中 <laughs> 年を超えた感じがありますけれども私は本当に未だに期待しております。はい 心から期待しております何せ1970年のエキスポ70がなければ私は全く別の人生を歩んでいたという自信がありますから自信があるっていうか、まあ、それが良かったのかどうなのか分かんないですけどねだからあの万博ってやるようによったらそのぐらい人の人生に影響を与えるものですから今年え今年もうあと1年になって来年開幕の万博はテーマがやっぱり命という。 この年になってくるとね考えちゃうわけですよ命って何なの魂って何輪廻ってあるのかしらとかね <laughs> 地獄はあるの世の中にはですね私もいろいろこうあの無宗教な人間なもんですから逆にいろんな宗教に興味があって最近旧約聖書読んで新約聖書読んでコーラン読んでまあ神道とか仏教説刃書とかいろいろ読むわけですよ。地獄という概念が、うん 全部の宗教にあるわけででもないんですねだから、うん、あのいわゆる世界三大宗教というユダヤ教、えー、キリスト教イスラム教には地獄の概念がありますというのはこの3つは同じ神様を信じてますから、うん、で仏教にも地獄の概念はあるんですが神道にはどうもね私が今まで読んでる限りは地獄出てこないんですよ、えー、だから死後の国はありますよ黄泉の国っていう死後の世界はあるんですが、うん、でも地獄という概念じゃないんですねこれが。 だから結構宗教によって死んだらどうなるっていうのの捉え方が違うみたいで、うん、そういうことも含めてね、今度の命というのがテーマの万博っていろんなことを考える機会になるんじゃないかなと、そうですね、はい思います。私もすごく楽しみにしています。今年もどうぞ皆さんあのよろしくお付き合いください。よろしくお願いします。番組では皆様からの質問や感想をお待ちしています。メールは。 エキスポアットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。小文字で E. X. P. O. アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。番組公式の旧ツイッター X. のアカウントは辛坊治郎の万博ラジオで検索してください。ポストする際のハッシュタグは万博ラジオです。皆さんご意見やご感想をどんどん投稿してください。この後は万博ニュースヘッドラインです。 大阪関西万博ニュースヘッドライン先月12月の主な万博関連ニュースです会場のシンボルとして建設が進むリング状の大屋根について閉幕後の活用法を公募する案が検討されていることが分かりました12月16日万博会場を視察した地味万博担当大臣が明らかにしました 大阪府と市のパビリオン、大阪ヘルスケアパビリオンに設けられる大阪商工会議所の展示スペースに出展する事業者の選考会が12月18日に行われ集まった48社の中から32社が選ばれました万博開催期間中大阪商工会議所の展示スペースで2グループに分かれて1週間ずつ展示を行います 机の上に置く万博公式キャラクター脈々のぬいぐるみを特製の台で固定したことを明らかにしました12月4日の会見でぬいぐるみが突然倒れるハプニングがあったためです徳倉会長は万博協会の会長も務めています政府は12月19日万博にかかる費用の全体像を初めて示しました 会場建設費など万博に直接資する事業が1647億円万博との関連性が高い会場周辺のインフラ整備などに8390億円と見積もりました当初より費用が膨らんでいることから有識者会議を設置し国費の投入が適正かどうか確認する方針も明らかにしました。 まあ、無駄なお金は使わないに越したことはないんですけども、はい、ただあの金額だけがすごい独り歩きして報道されているところがあって、えー、8390億円これあの会場周辺のインフラ整備っていうふうにざっくりした言い方してますけれども新聞によってはですね、えー、北大阪急行の美濃延伸っていうのがありますね北大阪急行知ってますか乗ったことはないんですが聞いたことあります。 関西人じゃありませんねって関西人は関西人だけども <laughs>、はい、兵庫県でしたっけそうですね兵庫県大阪人ではないあの大阪いやこれがね私はだけどね偉そうに言えないのはですね、はい、事情がよくわかってなかったんですよただ千里中央っていうところに住んでたんですねはわかりますかわかりますまあ要するに大阪から水道筋線に乗って北の方に上がっていくわけですよ、うんはい で千里中央に住んでて大阪市内の会社に通ってた時にななんんかやたたら電車賃高いなここ、うん、と思ってたんです、はい、そしたらですね大阪市って、ま、最近あのいろんなところで改善されましたけども、ま、完全に改善されきっていないところとか昔からのそれは仕組みだから仕方がないよねっていうところがたくさんあるんですけどもあの大阪市営地下鉄だったんですね。 みんなね<あ>今大阪メトロに今民営化されたとは言いながら、はい、まあまあ全身が大阪市営地下鉄じゃないですかほいでだから<に>大阪御堂水,水線って北にダーッと走っていくと大阪から出たら北大阪急行っていう別の鉄道会社になっちゃうんです。 まあユーザーの側からすりゃさそんなケチくさいこと言わずにさ線路つながってんだから一本にしとけようと思うんだけどだからですねなんか私千里中央に住んでて大阪行くのにっけえなこれと思っていたらいわゆる初乗り運賃っていうのを2回計上すすることなんですねだからあの千里中央から初乗り払って。 乗ってあれどこかな新大阪の上か下かなんかあの辺に境目があるらしいですけど大阪市からに出るるとと入る時とそれでで初乗りになっちゃうんですだけどさあユーザーにとったら1本の電車なのに納得いかねえなと長年思っていたんですがあれがですね泉中までしか電車走ってない,ないのかなかったのかそれがあのそこから北の方に箕面の方に向けて。 結構いろんな開発が進んで、今あのその向こう側のトンネルを抜けて、さらにそそれより北側に上がるルートも道路上できてますけれども。とりあえずあの北大阪急行っていう電車が箕面まで延伸されるんですね。これがねメディアによったら万博関連費用になってんです <laughs>。いや、それ関係ないんじゃねえか。 まあ、淀川左岸線という高速道路これはまあ確かに万博に近いっちゃ近いけどもでも万博関係ないだろうと思う <laughs> そういうものも全部入ってるんですだから周辺のインフラ整備っていうふうに聞くとなんかみんな万博と関係ありそうな気がするんだけど北朝急行の美濃延伸関係ないし淀川左岸線の建設もどうなんだろうな。<laughs> 何でもかんでもね、あの万博っていうところにぶっこんで、なんかあの批判するネタに使っているのところがねあるんですよ。それがやっぱりメディアが分かってい知らずにやってる人たちは仕方がないけど、分かっててやってる人たちいますからね。はい、ちょっとその辺の情報はぜひ注意して聞いていただきたいと思います。しっかり見ないといけないですね。この後は。 これまでに開催された国内外の万博に通い2015年のミラノ万博ではイタリア政府観光局のレポーターに任命された万博マニアの藤井秀夫さんに大阪関西万博の最新ワクワク情報を伺いますこれまでに開催された国内外の万博に通い2015年のミラノ万博ではイタリア政府観光局のレポーターに任命された 万博マニアの藤井秀夫さんに大阪関西万博の最新ワクワク情報を伺います藤井さんよろしくお願いします藤井ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまた決対な人出てきたな <laughs>、えー、どういう方かというとですね今なんか不思議な万博太陽の唐柄のネクタイを締めてらっしゃって、えー、ジャケットが白のジャケットなんですが至る所に万博関連のバッジがついていて <laughs> はい、エキスポ7 0のそれは開催当時のキャップキャップっていうか薬誘棒に <laughs>、えー、これまた缶バッジが山ほどついてますが <laughs>、はい、それはどういういきさつのもんですかああの万博開示行った時の私のユニホームでございまして、はあ、会場に入ったらすぐにこれを羽織って歩くという。<え> <laughs> 70年のの万博の時にその時は無理でして2005年の,あの上海万博から。 ちょっと始めから<ー>あ、2010年ですね失礼しました。ごめんなさい。はい、1970年の万博ははい、小学校六年で、はい、はい、その時はまだその万博というのがあ、こういうものか、こんなにこうワクワクするものなんだという別世界を。えーえー 感じて楽しんでいた時代でございまして、小六で万千百七十年の万博を経験されて、はい、そえその後どうなったんですか？その後国内外のまあその後沖縄国際開発洋博とかいうのがあったりして、だんだんこう、えー、国内の地方博とか、ええ、あの筑波とか花博とかに。 こう入り込んでたんですけども<う>22年ぶりにスペインで<う>、えー、あの22年ぶりにスペ,スペインであの1970年以来の万博が開催されるとはい,、はい、いうことになって、はいえー、初めて海外の博覧会に行って<う> <laughs> そこからハマり込んで、えー、韓国の博博覧会とかかいいろんなあの万博を追今ね名刺にですね藤井秀夫さん えー、名刺をひっくり返すと、お過去の万博行った歴史がずらっと並んでるんですけど、え、何箇所の万博に行かれてるんですかこれ？あ、空40、あの地方万はそこに入ってないんです。ああ<ー>、はいはいはい。47の万博に行かれたんですか。はい。はいはいはい でもそれでご飯を食べてたわけじゃないんですかじゃないですね、やっぱりサラリーいンして。家電メーカーでシャープだったんですけどもそこでずっと企画の仕事だったりとか IT や総務の仕事をしておりましてやっぱりメーカーなので休暇が夏季休暇とかゴールデンウィークとか長期休暇があるのでそれをうまく利用して海外に行ってました。 えーえー、今回の万博ではティームエ x スポ2 0 2 5を競争、まあ、共に作るですね「競争チャレンジチーム万博盛り上げたいエキスポサポーターズ」はい、要するに何なんですか万博マニアの立場で万博の良さを伝えようという取り組みをしておりまして3年前から中島図書館でも展覧会をしたりとか。えーはい 今 4, 4, 回あの4回目をね、えー、あごめんなさい、えー、と12月末にですねまで4回目の展覧会これがそうか博覧会の展覧会パート4去年の11月25日から12月25日まで、はい、さらなる人類の進歩と調和これチラシがあるんですが、はい、これを要するになんですか、はい、キューレーターっていうんですか何ていうんですか、はい、どういう立場であ もう万博マニアの立場で <laughs> これ展示物はじゃあ基本的には私の私物とそれと若干博覧会協会さんとか、はい、万博推進局さん大阪商工会議所さんから借りたりもしながら、ええはい、ちょっと盛り上げ2025年万博を楽しんでもらおうということで。 いや前にもね、はい、1970年の万博マニアの方には来ていただいたことがあって <laughs> 白井さんですね <laughs> あ,あやっぱりこの世界では有名な方で, <laughs> そうですみ,みんな知ってるんですよねす <laughs> あの方は1970年の大阪万博に特化していろいろ物を集めてらっしゃるん、ね、そうですよね、はいえー、そうじゃなくて藤井さんはとにかく大阪万博がまルーツっていうか原点だけれども、はい、それ以降の数々の万博を全部行ってるという、はい、そうなんですで家で万博を、はい 楽しみたいと万博って数年おきであるのでその間ってちょっと寂しいので家で楽しめるようにグッズを集めて家で万博が毎日そうなんですそれもいろんな万博があるという面白いですねいやそれはもうぜひ伺いたいことあるんですよそれは何かというとですね私も1970年の万博行きました。でで万博にってすね 筑波の万博行きましたあ,、はいまあ、あの小さな万博で言うとそれはあの鶴見緑地の花博ですとか、はいはい、神戸のポートピア博だとかでも大きな万博で言うとね私上海万博も行ったんですよ。はいはい、ところが、はい、あの上海万博でも、はい、1970年の大阪万博のインパクトはなかったんですよ。で世界中の万博行ってらっしゃる藤井さんに伺うんですが。 大阪1970年の大阪万博は一遍横へを置いといて、はい、これはちょっと別物として <laughs> それ以降の万博で、はい、このの万博すすごかったったていうのはありますあその言われた2010年の上海万博なんですけれども、えー、やはりあの、えー、っと1970年の万博に対,対抗しようという形でやっぱりベタシティベタ ライフという形で取り組んでいて、そうですね。あの時の上海万博って1970年の大阪万博を超えるんだっていうんで、最後なんか子供たちも動員して、大阪万博の過去最大の万博の入場数を上回ったんですね。あれ。そうですね。6700万人ぐらいですかね。はい、ええー、だからまあ記録作るために最後増員した感じがしますけどね。<laughs> はい だらあのその万博の中でやっぱり私が引かれたこう未来感覚の部分を、はい、あのその上海万博のベターシティゾーンでやっぱりなんかこうワクワクするものを感じさせられたというのがあってあ<ー>やっぱり、えー、1900年前万博一番ですけどはい、はい、その次は上海万博そうですか僕ね上海万博で一番印象に残ってるのはね、はい、物が物を歪んで見る癖がついちゃってるのか分かりませんけどね <laughs> 日本の万博だとありえないと思うんですけど。 はい、北朝鮮感があったんです。ああ、そうですね。ね。ありましたね。北朝鮮感。この上海万博の北朝鮮感はね。ちょっと見ものでしたよ。そう、はい。どうなんでした。なんて言ったらいいのかな。なんていうか、不思議な空間でしたね。不思議な空間。ですね。まあ、それでも、ちょっと切って買ったりとか、なんかグッズとか。売ってた、売ってた。北朝鮮グッズ売ってた。そうなんです。 はい、だからまあ中国と北朝鮮の関係だから多分あのパビリオン出るんで普通の世界中の万博で北朝鮮館ってあんまないっすよね。はい、そうなんです。あとその後のミラノ万博はい、はい、2015年のイタリアのミラノ万博でも北朝鮮館あ,ありましたかあったんです。<ー>2020年はなかったんですけれども。どはい、私ねすごい興味があるのはその富士さんが行かれた万博の中で。 中東ドバイの万博ってドバイだからまあ金いっぱいかけてるだろうから何か変わったものでもあったのかしらとか思うんですがど,どうですかそうですねこう特化したものはないんですけどやっぱり一番特徴なのは192か国参加したと、ええ、国連登録の国では193なんですけれどもそのうちの192か国が参加した逆にどこが来なかったんだって気になりますね 国連加盟国がまさに一堂に会した博覧会ですか、はいはい。そうなんです。そ,ですそれはまあ意義としては大きいですよね。ただそこで感じたのは新しい特化したものはなかった。まあドボットとか動き回ったりね。その辺の部分はかん楽しく感じさせていただいたんですけど、一番感じたのはやっぱり192カ国空の人が。 ええ、一同に集まってその国のことを分け隔てなく皆さん接することができたというのが究極の未来の社会かなというふうに感じることができたということが<ー>非常に有意義な博覧会でしたそうですか、はい、それ以外の万博こうずらっといかれてるので名刺の裏に書いてあるだけでも結構ある20ぐらいあるんですけど、はいえー、それぞれの万博全部覚えてます <laughs> あそううですね逆に<笑><笑><笑>うわここー はずれやったなみたいなやつあるんですか。<laughs> スカッスカッここいやいまあちょっとそんなかはちょっと国難百の小さいのが韓国の博覧会だったんですけども、はいはい、あのワンドというあの昆布の博覧会。昆布の博覧会。<laughs> 覧会 <laughs> もう本当にそれが一つとあとあのまあちょっと楽しめたのは楽しめたんですけども、あのえっとあえっとアスタナ カザフスタンのアスタナ万博なんですけども。カザフスタンね、これ認定博。はいはいはい 3か月間のに小さな博覧会なんですけれども、えー、未来のエネルギーということをテーマにした結果未来<う>のエネルギーってそんなにこう特化した,したものがなかったので、えー、どこでも太陽,エネルギーと太陽光であったりソーラーとやったりとか原子力もあったりとか、えー、その辺の,のちょっとありきたりになって演出になってしまって新しいものがあんまりなかったというー、ね、テーマ絞りすぎるとしんどいかなというのが。 はい、感じた次第ですね。という世界中の万博を目にしてきた藤井さんが、はい、さあ今度の2025大阪・関西万博、はい、えどういうふうに見てますいやもうワクワククしております <laughs> というのはもうこの万博の2 誘致の時から始ままっってててずっと見てきておりもう誘致で万博が決まった時から、えー、私にとってはもう万博始まったものになっておりまして<ー>い,いや私もね、はい、あ,のあの瞬間を覚えてるんですよパリでね選考会最後3カ国残ってて、えー、アゼルバイジャンのバクーとロシアのエカテリンブルクと、はい、で私その決まる前にどんなとこかと思って。 えー、ロシアのエカテリン部どっちか1か所しか私のスケジュール上無理だったんでわざわざアゼルバイジャンのバクーまで行きましたかなあすごいですアゼルバイジャンのバク、えーあのねうまあひ言で言うとあのね、えー <laughs> うん、彼と一緒にねおしゃれなカフェとか楽しみに行くのにはい いい,いいでですすよよ、えー、そういうのあるんですよ結構旧市街っていうあの石畳のなんか古いヨーロッパの街みたいなところもあるし、うん、歴史も恐ろしく古いところなんで、えー、ああここと戦うのかとか思いながら、えー、でそこと戦うで最後パリであの当時吉村さんと松井さんと2人パリ行って。 で決まった瞬間に数から立ち上がってわーって喜んだ瞬間があるわけですよ。<laughs> すね、あれを記憶してるとですね。 いやあの時にやっぱりあのアゼルバイジャンのバクとかロシアのエカトリンブルクが負けたからがっかりされたと思うんだけど今最近になってなんかあの去年あたりの日本の議論でやめようみたいな話だって俺がアゼルバイジャンだったら怒るよそう、ね、<laughs> だ,だよいやそうなんですよそれ日本の責任はどう,どう考えてんだそうそうなんでこう開幕まで2年も切ってる状況の中でこんなことになるんだっていうなんかね、うん むっっちゃ腹立ってねねねそそうですす、ね、す、はい、れはあります、ね、あ,ありますかやっぱりままかやっぱりこう競り合って、えー、で日本で他の国はやっぱり日本を信用してくれて、えー、あの投票してくれたというふうに思うとやっぱりその期待を裏切られないなといくらなんでも失礼すぎないかと私は素朴に思うんですけど、ね、そまあ,あそんな状況の中で決まりました、はい、決まってからだけど同時に私は 心配も70年万博経験者としては心配もしてるところがあって <laughs> その後の筑波万博は、まあ、いや大阪70年万博のミニ版みたいな私の印象なんですね。はいはい、で花博ってまた全然質の違うもんだし、はい、ポートピア博の時にはポートピアランドで遊園地っていう <laughs> そ,<れ> <laughs> そんなイメージなんで。はい いや70年万博を経験してる人間からするとあれを超える万博は多分無理だろうし、うんうね、あまりしょぼいものを作ってもなんかあれだからなかなか難しいだろうなと思って。 で実はいるんんですよ、はい、ど,どんな感じですかいやあのやっぱテーマがやっぱり命ということに、ええ、言ってる限りやっぱりその命を守るとか、はい、命を育むとか、ええ、パワーを与えるとかこの3つのテーマあるんですけども,、はい、も私はもうちょっとさらにこう命って例えば命を守る言たら病気とか、はい、そういう 過励によるるところもあんやっぱり戦争や災害で命をなくしていくそういったところに対して何、ね、らか,かの形で少しでも多くの人を守っていくような技術なり、えー、特に医療系なんかそうなんですけども、えー、そういうところの新しい技術が寄せあ世界中の世界中の 技術を寄せ集めて、はい、新たな展開ができないかなというふうに思ったりするし、えー、と同時に万博にやっぱり世界平和の祭典なんでこれをきっかけにやっぱり平和にの認識を皆さんが持ってやっぱお互い殺し合うようなこともしてはいけないんだというのを持っていただけるような動きができへんかなというふうに思っている次第です。藤井さんあありとあらゆる 万博の情報に精通してらっしゃるというふうに伺ってますがどうですかだいぶ会場イメージとかパビリオンのイメージみたいなものは頭の中に入ってますあはい、そうですねあの定点観測カメラもちょっと置いてずっと見てるんですけどそうなんですか、はい、ATC さんにちょっとあの、えー、万博盛り上げ隊のメンバーで、はい、ATC に ええ、そのご協力もいただいて、ええ、あそこの十一階に定点カメラを置いたんです。ええ、どうですか？だいぶ出てきました。はい、だいぶ出来上がってきてますね。リングの方がやっぱりコメラってやっぱり素晴らしいなと。<お>はい、ああ、私がね、えー、去年の初めぐらいに見に行った時には、ただのサラチで何もなかったんですが。あ,<ー>あ,、ね、あリングできたらだいぶイメージ変わりますよね。イメージ変わりますね。もう素晴らしいですね。どうですか？期待してるっていうか、はい、できたらま真っ先に飛び込もうと思ってるパビリオンとかあります？ あそうですねまずはドイツ館行きたいなと思ったりしてドイツはやっぱり新しい技術がこう展開されてるのという部分で非常にやっぱり一番あの評価高いどんなパビリオンなんですか私なん中頭の中には何にも入ってないんですけどあそうなんですいやまあこの辺の詳細まだ出ていないんですけども<ー>これまでの流れからくるとやっぱりドイツはアイデアはい、はい、あの。 知識や技術を結集したちょっと展開もしているというところでの面白みを渡してくれてると。いると,とで今までの万博行かれてドイツっというのはそ,のそれぞれの万博でやっぱり面白かったと、はい、いうことですかそうですね際立ったものというのかそのアイデアをいろいろと展開しているところの面白みですね、ええはい。そういう部分があるのと,ともう一つ行きたいのは大阪ヘルスケアパビリオンなんです、ね。何ですかそれはえーっとあの 大阪のパビリオンではあるんですけども中身はやっぱり自分の体の状況を調べて自分の将来どうなる体の状況どうなるんだというようなことをちょっと予測してくれたりとか未来人間洗濯機もそこにあったりとか1970年の人間洗濯機ねお姉さん三田さんにみんな押しかけたという今回はどこまで見せてそういうところがあるか分から違いますれど。 水着のお姉さんを見,、はい、見に人が殺到するとかっていう時代じゃないですからね、はい、今はね、はい、なるほどまあ一番見たいのはやっぱりリングですねリングで一番登って全体を見ま、はい、見渡したいし夕日のところはやっぱり綺麗な夕日を見たいなっていうところや,やっぱねあのリング私もどんなものなのかよく分かってないんですけどもおそらくものすごくモニュメンタルで世界最大の木造建築物ですか、はいはい、そうですねこの奥行きも 周囲に2キロあるというのはそれぐらい大きいもんで<あ>これは未来のやっぱり観光遺産にしてほしいなというふうに思いはありますじゃあ残しますか観光資源としては十分あると思ってます、ね、だからあそこの再開発の、はい、万博終わった後どんな建物をどんな区割りで何作るかっていうことにもよりますけども、はい、まあ確かに。 大阪万博でも元々もともと残す予定がなかった太陽の塔を残したくらいですからなんかやっぱり、はい、あの残した方がいいんじゃないっていう声が高まってきて残すすはありかなっていう気はしますねおそらくあそこにお登ってあのリングを見てやっぱりそれに感動してやっぱりこれはこれをのあの潰すなりい移築すること自体がもうあの無駄遣いやと言われそうなあ<ー>ものだと思ってます。 ええー、短い時間で効率よく全体見たい、見るべきものを見たいじゃないですか。はい、ちょっと、あのー、藤井さんに。今からガイドをお願いしてこう、ね、もお,願いお願いします。そうですね。はい、まあ、あの、そうですね。やっぱり予約をまず。していかないといけません。ああ、そうだよね。三つしか予約できないんで <laughs> あ。そうなんだ。そうなんです。 えどどごめんなさい、事前知らなかった、どうですか一日、まず日行く日を予約しますはい,はい、はい、行く日の中で3つ予約はできますよパビリオンですか。はい、パビリオン、はいあさあのー、今回か前回か紹介したショーみたいなやつは見られるんですね、大きなショー。は入るパビリオンは事前予約なんだ、はい、そうなんですまあ今はそういう時代だな。はい、ということは、やっぱり年パス買ってじゃないと、1日では全部が無理だ、はい、そう,うですね。はい 年発も十一時からしか入れないんでやっぱ朝一番行かないといけないところ朝一何時からオープンなんですか9時からですね九時からなんですか、はい、そうですあ、十一時からってのはそういう意味かそうなんです年発で毎日行けるんだけども、はい、ちょっと遅いスタートになるちょっとスタートがだけど事前予約だったら別に関係ないんじゃないですかまあそうなんですけどもやっぱりちょっと 色と見て回りたいとことか。予約なしで入れるところも、あとさ、あるんかなというところ。もうい予約なしで入れるところは、やっぱり朝、朝一で行った方がいい。っそうですね。はい。あの、か、ちょっと、聞いてる限りにおいては、八割は予約で。若干二割はちょっと。早い者勝ちのところもあると。ある。いや、やっぱり、専門家に聞いてみなきゃ、わかんないもん。これも、ちょっと、最終どうなるか、わかりません。いや、やっぱり。 週にわたたってお話を伺いました万博マニアの藤井秀夫さんんでししたたあありりがととうございいいまま聞てみななきゃ分かんないことありますね、はい、万博ラジオというのを名乗りながらなんだ全然分かってなかったんだなということがよく分かりました。<laughs> はい、なんでも知ってらっしゃいましたね。だからあのディズニーランドでも USJ でもやっぱり慣れてる人と一緒に行った方が効率よく回れますからね。うん、より楽しめますよね。万博はいやそういうエキスパートの人たちっていないはずですよね。はい。だけどおそらく藤井さん今日ねあのゲストに来ていただいた藤井さんのような人は要するに。 現物を見なくてもいろんな情報からも頭の中に世界が出来上がってるっていうことですよね。よしじゃあ藤井さん予約しとこう <laughs> なんとか頑張って <laughs> そうだな大屋根の上って上がれるのかなあそれ聞かなかったなでも大屋根に上がったら景色が綺麗ってあ上がれると 上がれる、今ね、うん、エンディングを収録中、金魚鉢のガラスの向こうで。大きな、<laughs> あの、丸印を作ってらっしゃる藤井さんが見えました。<laughs> 上がれるいうことで。屋根には、屋根には、上がれるそうです。はい、よかった、よかった。はい。<laughs> <laughs> めでたし。いうことで、えー。大変勉強になりました。はい。皆さんとともに、えー、いろんなことを、また知っていきたいと思います。はい、新抱治郎の万博ラジオ、ここまでのお相手は新抱治郎と。ABC アナウンサーの福藤綾でした。また来週。